で、クロノスのね、MV に関しても、ちょっとどなたが代表してでもいいんで、MV に関して。じゃあ、バルさんが、ビシッと。どうですか？はい。今回、はい、PV というか、MV はどういうコンセプトのもと、ああいうものになったのかを。なんですかね、なんかちょっとその、近未来というか、あ、まあ、そういう感じもあって、その、まあ、レーザーって、なんかその、そう今回、割とその、なんかそのストーリーで見せるというか、もうライブの一発ライブ感で照明で見せるみたいな、そうそうそう、それをやったことがないっていうのと、だからなんかちょっと一見ライブハウスに見えるんですけど、うん、あのライブハウスでなんか、あ、そうなんですか、はい、あのメイキング見ていただくと分かるんですけど、結構広いんですよ、もっとかなり。あ、そうなんだ、はい、あれライブハウスでないっていう。へー。そのでもそこちょっとそのまあ躍動感とか、うん、その照明感じで作ってみて、で、まあ、バッチリユーヤがギターソロ弾いてるのに入ってて、本当にワウと同時に口がワウワウ言ってる、ね、そっか、ワウワウ言ってるでしょ、うん、一回やったかったのワウワウ言ってる、ワウワウワウ疾走感命みたいな、そうね、感じで光のマジックだね、光のマジックですね、うん、だからぜひあの曲と一緒にね、そうですね、ビデオの方も、そうです、あの、うん、ビデオは随分見てほしいよね、うん、随分見てほしい、随分見てほしい、まあ、メイキングも非常に楽しいんですよ、またうちらのメイキングはね、うん、本当にユーヤが体張ってるんで、毎回その面白いユーヤとか見てほしいですね、ね一回反応がないですけどね、面白いの入れても全然反応がないハードル上がっててんだ、上がっててね、上がっててるか、もしかもそれが普通のことですね、何にも気にならない、そうそうそう、そう当然ぐらいな感じで皆さんドラゴンボール見てて今回も悟空強かったですねそう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 、確かに確かに、もう当たり前です、当たり前だもんね、あ、だからむしろそれない時はやばい、本当そうですね、うん、もう大変ですよ、批判殺到で、確かに確かに今回ゆうちゃん超真面目じゃないですか、うん、どうしちゃったんですか、ね、あ、そうです、そこで初めて来るわけだ、やる気出すぐらいのこと言われるかもしれない、そっちでみたいな、そのキャラも辛いね、普通にしてるだけで元気ないって思われて辛いよね、普通だし元気さらに、ね、どうしたのって言われちゃうみたいな、本当そうだわね、やばいです、まあでもそこもね、はい、要チェックってことで、で、その映像ものに関してはね、もう一個、去年の復活ライブのね、はい、DVD がこれもちょっとどなたか代表でして話していただけると、じゃあ早藤さん僕行きますか、うん、そうだねそうですね、今回まあドキュメンタリー DVD っていうことなんで、そうなんですよ、はい、楽曲がまあ10曲ぐらいですかね大体、うん、プラスまあその日本青年館を迎えるまでのまあちょっとした軌跡だったりとか、うん、あとはまあ舞台裏だったりとか、なんかそのリハ風景だったりとか、うん、結構いろんなものを詰め込んだんで、かなり見応えはあるんじゃないかなと思いますね、うんうん、まあ僕としてもすごく思い出の深いライブではあったし、うん、まあ、4人でずっとこう活動してくれたメンバーの映像もちょっと入ってたりとか、あ、本当、はい、うん、だからずっと僕がいない間応援してくれたファンの人も、うん、見てて楽しめると思うし、まあ、これから知ってくれる人も、うん、ライブのその映像もいっぱい入ってるんで、まあ、これ見てこう実際ライブ来てもらったらすごく盛り上がるんじゃないかなって思いますね、うん、はい、そっちはドキュメンタリーってことで、ってことはゆうちゃんのそのお酒はあんま入ってないんですか、めっちゃ入ってますよ、それがまた残念ながら、ね、残念っていうの、残念ながら舞台裏を見るとずっとふざけてる人入れる入れないじゃないんですよね、常にだからそっかそっか、常にスーパーサイヤ人なんで、そうそう、ね、もうなんていうの、入っちゃう、入ってるんですよ、もう常に、はい、ドキュメンタリーってもっとなんか、ね、なんかこう生々しくて、もっとなんだったらメンバー同士で喧嘩したりとか、そうそうそう、ギスギスしてるのも逆に見せる、そうそう、全然ないんですよ、ないんですね、全然ないすぎてやっとけよかったと思って、そう思った、そう思った、ちょっとね、入れといたらやらせか、いいんじゃないじゃんのって、うん、ドキ
喧嘩シーン入れたかったね。今度やるとき絶対喧嘩しようよ。なんでよ。これそうだ、ね、喧嘩しようよ。喧嘩はなんか足りないと思ったらそれだわ。バイオレンスが足りないんだよ。バイオレンスか誰かがすごい倒れる。そうそうそう。あ、それはいいね。それは俺やりたい。そうだね。瞬吐血。バッハ。そうだね。リハで。やらせちゃう。ドキュメンタリーじゃない。入れた方がいいね。バターン一回倒れるシーンとかね。なんかそのね、メリハリがなかったね。ほら、ほら、ほら、ずっと、よう、みたいな。いいのよ、これ欲しかった。皆さん、これから、ダメだ、ダメだ、この作品。もうダメだ。取り直し、取り直し。足りねえ。出ちゃったよ、自分的なところが。足りねえよ。もう。ねえ。そうっすね。そうっすね。次回に期待してください。次回に期待してください。今回も買わなくて結構。ほら、ほら、喜怒哀楽どうか足りなかった。どうも入れたかったね。気楽って感じだね。気楽。気楽な感じね。まあ、ちょっとですか。いいですか、いいですか。どうぞ。で、最後、これは皆さんにあのコメントしてほしいんですけど、2月の下旬からね、4月にかけて、全国ツアー、そしてファイナルがね、4月4日。4月4日、渋谷アックスバーン、すごいバーン、ね、すごいいいシングルもできてね、ツアーってことで、まあ、このツアーに向けた意気込みをね、皆さん話していただければと思うんですけど、どなたか、どうですか、じゃあ、篠さんは、どうそうですね、やっぱその、ハヤト復活してから、もうすでに1本ツアーを回ってるじゃないですか、うん、赤坂ブリッツが。はいはい、まあ、やっぱその時にやっぱ5人っていいなっていう改めてこう感動があって、で今回はさらにその新曲3つ引っ提げて、うん、まあ、前この間のツアーよりも多く回れるじゃないですか、うん、どれだけの景色が作れるのかなと。でやっぱこんだけ毛色の違う3曲そうなんですよ、どうやって1日のセットリストに組み込むのかなって。本当だよね。でもなんか一本軸が見えたらやっぱすごいなんかあっという間に駆け抜けて、うん、ね、どの会場でもすごいみんな楽しかったってこう、うん、心の底から思ってくれるライブができるんじゃないかなって予感はすごくしてます。うん、そうだね。はい、あとはまあ土地土地の美味しいものをまだ食べていければなと。また二回りぐらい大きくなってもらって。そうですね、グルメフライトと聞いてます。クロノフライト。あ、クロノフライト。こらこら。美味しいだろね。もううますぎだよね。どうですかね、ツアー。ツアーですか。いやもう楽しみですよ。やっぱ箱上げしたところ、会場が広くなったところもありますし、まあなんかこう、まあ。新曲3曲がどういう風に育っていくのかがすごく楽しみで、そうだね、アックスの時にはやっぱりこういい感じになってるんじゃないかなと思って楽しみですね。だからね、もうなんかなんていうの、見れる人全部濃いぐらいのよね感じでね。いや本当そうですね、楽しめると思うんでね。はい、うん、ありがとうございました。僕見ますか。いや、そう、どうしましょうか。ちょっと喋ってもらおうか。喋りますか。この順番でいくとほら、そうなんですね。ひどいやつで終わります。ひどいやつ。もってり終わっちゃうんで。こういきましょうか。そうですね。はい。本当どうでしょうね。そうですね。まあ、ゆうくんさ、リックドムみたいだよね。なんか、本当ですか。もうでも本当にモビルスーツですよね。モビルもんな。しかもザクっていうよね、なんかドムって。ああ、もうただ太ってるだけじゃないですか。いや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 。バーニアで移動しそうです。足を動かさずに。バーニアじゃねえ。違う違う、ごめんね、なんだっけ。ツアー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 は、そうですね、僕がいかにまあドムからザクに変わり、初代ガンダムにね、はい、初代ガンダムに変わってく、痩せていく姿を見れるんじゃないですか。ああ、そういうことか。はい、うん、もうだって4月アックスまでにはもうガリガリになってますから。なってますでしょうかね。なってるんじゃないかなっていう予想はしてますけど、なってるといいな。そういう気持ちで。自信ないか、お前。やる気あんのか、お前。
ダイエットに対する。エアロバイク買いましたからね、僕。エアロバイク買った。買えば痩せるってことじゃないよ。マグネットエアロバイクっていうのは。エアロバイク買った。何の話だよ。それ酒飲みながら漕いでますからね。ダメじゃん。超危ねえ。めっちゃ心臓に悪そうよ。焼酎飲みながら漕いでますからね。もうどん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 、前回以上やっぱり見た目は変わるんじゃないですかね。はい、だんだん痩せていく、ゆうちゃん。さよなら、ゆうちゃん。デブのゆうちゃん、さよなら。ですね。かっこいいじゃん、こんにちはってことで。そういうスタイルしてるんですね。どういうスタイルすっごい痩せていくって言ったら。でもまあ、それぐらい本当全力投球で。そうですね。やるってことだよね。やるってことですね。一本一本。ね、全力投球でやり、全力投球で食べ、全力投球で飲み。はい、変わらねえ時間。それじゃ変わらない。変わんねえじゃん。控えつつ。この人最後にしなくてよかった。ずっとこっちから回った時ゾッとしましたよ。しゅんちゃんから回った時に。これ最後かこれ。ねえ。じゃあバルさん、はい、どうでしょうね。ツアー。ツアーはもう本当にそのバレティの飛んだ3曲を引っ提げてのツアーなので、うん、非常に楽しみなんですけど、そのアックスが4月4日にあって、まあ平日、まあ、平日しか空いてなくて、まあ、5月いっぱいに終わるっていうことでね、土日がやっぱり、そっか、終わっちゃうんですよ、はい、終わっちゃうんですよ。なのでそれ前にやりたいっていうのがやっぱあって、まあ、4月4日、まあ、金曜日であるんですけど、平日なのでなかなか来たくても来れないっていう方もたくさんいると思うんですが、うん、もう二度と僕らがそこでワンマンすることはできないので、うん、まあなんとか関東が、うん、そうだね、集まってほしいね、せっかくだからアックス、僕らが渋谷のアックスに立つのはもう最後だって言ってたんですけど、あっさり5月にイベントの出演が決まったんですけど、アックスの。ただそれはイベントなんで、ね、ワンマンとして立つのはもう最初で最後なんで、本当にこの機会を逃したらね、後悔するようなライブをしてやりたいなと思いますので、うん、お見逃しなく。そうだね、はい、まあもうなんか会社とか休んじゃってさ、そうですね。ね、金曜日だしさ。そうですね。みんな渋谷なんで、ね、渋谷集合だよね。そうですね。ね、うん、わあ、金渋谷だね。しかもその見て絶対損しないライブ見せてくれるわけだしね。ですよね。まあ、なんで？売っちゃうんだ。もちろんとか。俺も一言が欲しかったところですね。絶対そう言うと思う。まあその日にはなんかしら。いいニュースが、そうだね、いや、いいか悪いニュースかもしれないけど、うん、何かニュースをあれできるように、あれできるように間に合うように、はい、はい、そういうのもね、あの瞬間をみんなで、うん、そういうのも立ち会ってると面白いので、うん、ぜひ来てくださいと、はい、ね、どうでしょうね。さあ、そうですね。まあ立て続けにっていうかね、こう、まあ、ジャストラブ出して、はい、次のシングルってなった時に、うん、まあ、今までなかった曲が、まあ、今回できて、で、まあ、修羅にせよ、未練にせよ、これもやっぱなんか、全く新しい感覚もあるし、うん、またそれぞれがこう全然違う曲調の3曲ができたわけで、まあ、これを、まあ、ツアーに組み込んでたら相当面白いことにはなるんじゃないかなって思います。で、一曲一曲やっぱりいろんな思い入れがあるし、すごく世界観もあるものなんで、こういうのを軸にこうセットリストを考えていったら、うん、相当毎回違った見え方がするんだろうし、そうなんだよね、はい、うん、で、まあ、いろんな会場もあるけど毎回違うものを見せていきたいなっていうのが割と毎回ツアーで思うことなんで、まあ、そこは、まあ、一回でも見逃すとね損するぞぐらいの内容で回りたいなと思ってますんで。だからね、はい、もうこなしとか流しのライブなんか一切なくてね。そうですね、割と、ね、毎回緊張感はありますね、そういう意味では、ね、もうセットリスト毎回変えてるんで、うん、怖いなって部分もありつつ、いや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 、まあ本当に挑戦だなって毎回ツアーの時は思ってるんで、うん、まあぜひね、全会場見てもらいたいですね。はい、なんか今回もちょっと脱線しまくりで本当すみません。いや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 、本当にもう全敗じゃん。全然してない方だよね。そうしない方ですよ。もう本当にさっきツアーの感想を言うって言って寿司の話してましたから。本当だわ。全然してない方だよね。ね、本当はいつもありがとうございます。ありがとうございました。